福島県の佐藤雄平知事は今日、福島県産の米の初出荷に合わせて県内産の農作物の安全安心の取り組みを説明するイベントを行いました。これは東北架け橋プロジェクトと連携で行われるイベントで、イトーヨーカ堂の首都圏100店舗に福島県産新米の特設売り場が登場しました。佐藤知事は、福島で採れた米は安全対策も万全で、首都圏に大量供給されることは喜ばしいと挨拶しました。またイトーヨーカ堂の亀井敦史社長も、新米だけでなく福島産の農産物の販売に協力して災害復興を支えていきたいと語りました。今日のイベントには福島のキャラクターキビタンなども登場し、福島の農産物は新鮮で美味しいと PR しました。会場では福島の新米100袋の無料配布なども行われ、多くの人が足を止めていました。